はい、どうも、一般人でーす。あのね、ペイさんが、10連がね、引けるようになったらしいんで、ちょっとね、ガチャの方引かせてもらいたいと思います。果たして、まだね、ロトの剣が出てないようなんで、ちょっとね、ロトの剣をね、なんとか当てたいと思います。果たして、出るでしょうか。はい、じゃあね、ちょっとね、今回は福引券のやつでね、やりたいと思います。ゲームはね、まだ、貯めとくらしいんで。ロトで、はい、ロトをね、やってみたいな。果たしてね、ロトの剣には出るでしょうか。10連1回だね、これね。これで出れば、クリティーぐらいだね、これ。うん。で、これはね。果たして、1個が金だね。でもね、なんか、エフェクトは何もかからないね。変わるか、ああ、一個金になったんだけど、ああ、残念。これは残念な結果ですね。まあね。被ってんのあんのかな、これ。被ってる。あ、被ってんのはね、限界突破しちゃえばいいと思います。結構ね、限界突破すると、結構強くなるんで。星5のやつに多分近いぐらいはね、いけると思うんで。ま、ああ、これ見たことないやつだね。これもある。ああ、ちょっとね、残念な結果に終わってしまいました。こういう感じですね。じゃあ、これで戻ります。これで終わりだね。残念です。というわけでね、なかなかね、やっぱりロト装備はね、なかなか出ないようなんで、確率アップとかね、そういう時があんのかどうかわかんないけど、なかなかね、ロトの剣が出ないですね。ちょっとね、私もね、あともうちょっとね、ジェムが溜まって、10連引けるようになったらね、やりたいと思います。それではまた会いましょう。バイバイ。はい、どうも、一般人です。今ね、これからメガモンスターにね、チャレンジしたいと思います。じゃあね、ちょっと行きましょう。あ、もう竜王ね、始まりました。こういう感じでね。これ、オートで、とりあえずね、オートで行って、画面が暗い。あ、じゃあ、ちょっと、こういう感じ。これで見えてんの？今ね、オートで戦ってもらってます。ちょっとね、結構ね、俺は弱いって、死にかけたらね、全部、スライリーさんに任して、防御してね、なんとか切り抜けたいと思います。果たして倒せるでしょうか。推奨レベルが35だから結構ね、やばいかもしれない。結構ね、強い。果たして結構いけっかな、応答でいけっかなと思うんですよ。これね、大丈夫なのか、ちょっとね、心配な感じですが、多分いけるとね、思うんですよ。やばくなったらね、手動に切り替えます。なんとか、でもあと7分あるんでね、いけると思います。なんとかもうね、あ、一人死んだ、やばい。ちょっとね、防御して、しばらく。もう、ちょっと待ってください。ちょっと今、撮影してる場合じゃなくなってきた。ちょっとか、あ、やばい、二人死んだ、ちょっと待って。やばい。やばいじゃん、これ。ちょっと待ってね。だからこれ。ちょっと一回置いて。やばい、これはね、やっぱ撮影してるとね、回復とかがね、どうも使ってくれないんで結構厳しい。やばいよ。これね、全滅するとね、ちょっと道具使わないんだよね。やっぱね、世界中の歯とか使ってくれないんで。乗っ取られたらどうなるのこれ。自分に攻撃してくるんだよね、しかも。乗っ取られたらわかんない。なんか。
画面で当たると画面に暗いようになってるんだ。結構年下もそうですけど、パーティーを完璧に混ぜないと、あと6分しかないよ。やばいかもしれないです。ちょっとこれ厳しいね。半分減ってから、しばらくちょっと待って。やばいです。やばい。やばい。かなりねピンチですね。これダメだ。これ全滅するとねやばいんですよ。もうひたすらね回復した方がいいですね、こういう場合。攻撃はねもう諦めて、もうね全滅したら200ジェムがね消えちゃうんで、もう乗っ取られちゃった。道具でねひたすら回復して、ちょっとスライリーさんに任して、ちょっと他の人に任して、でもこれはね生き残った方がね得です。しかも呪文も使えないし、やばいでしょこれ。これは結構厳しい戦いだ。あとちょっとで、ね、倒せる。これでなんとかいけるかな。なんとかいけるかな。これでこれでねなんとか今ちょっとあとちょっとで倒せるんだよね。あ、やばいやばいやばい、食らった食らった。あ、29だ。やばい、ちょっとね、あ、呪文封じられてるとダメだね。呪文封じられてるとね相当だと回復しないですよ。だからこういう場合はもうね道具で癒しそうを使わないとね、多分、あ、これ死ぬかもしれない。癒しそうで飛びやすそうじゃないですか。まだ、まだ、やっぱね、呪文封じられた時はもうね、道具自動で使ってくれないんで、手動に切り替えましょう。あ、やばい。やばいやばい。あ、やばい、やばい。危ない、危ない。倒した。あ、やっとね、なんとかね、ちょっとね、俺は防御に回ってたんですが、なんとかね、他の人らがね、頑張ってくれたんで、なんとか倒しました。あとはね、これで、果たして、あれ、何？通信に失敗した。なんか、通信に失敗したとか出ました。何これ？え？何ももらえないの？もしかして。OK しますか？なんか、あれ？何これ？何これ何これ、あ、なんかまた出てきたよこれ。え、最初から、最初から、あ、大丈夫、倒した。これ何、大丈夫なの。 あ、よかった。まさかね、倒したと言いつつ、あれ、あ、最後か、やっとね、これで倒したんです。いきなりね、通信に失敗したってなったんでびっくりですね。果たしてこれ C だと嬉しいね。 D がね、5体いないと C にならないから、これ来い、 C 来い、 C、 CD、 あ、 S 来た、 S 来た、 S 来た、 S が来ましたもん、なんと防御してただけなのにね、なんとまさかのね竜王の S がねいきなり来ました。もう C 狙ってた。はい、じゃあねこれでちょっとひたすらねダメージをね、ちょっと、あ、一応討伐完了で、まさかの S が来たという、これ結構ね強くなると思います。まあ、あ、もう半分だね。2位にね、半分、2位の半分ぐらいしかねダメージ与えてないですね。もう終盤防御にね回っちゃったんで、しかもね武器がまだレベル5のやつ、レベル5っていうか星5のやつがね1個もないんで、ちょっとねこの開きはねちょっとしょうがないと思います。ちょっとね、ちょっともうちょっとね頑張って強化していきたいと思います。5000か。でも S が来たんでこれでね強くなると思いますね。
その中身もね重要。なんかね道具をレアアイテムを落とすとか落とさないとか聞いたんで、あ何も出てないね特に。あでもねなんとか勝つことができました。じゃあそれではね皆さんもあのよかったらあの S 目指して頑張ってください。それではまた来週会いましょう。バイバイ。あ今日は満足ですね S が出たから。ちょっともうこれだけで来た回はあった。あじゃあそういうことで。じゃあねちょっとさっき取った竜王のね S がスキルが何がねつくかちょっとね見てみましょう。毎週持ってるジャムを収めなくちゃいけない。あすいません。お勝手やられてね。いやあるし特に引けないんだよ自分で。すいません。ちょっとここの子は一発だからヤサの子みたいな。ちょっとねここをねさっきの上着が欲しいの上着が向いてくる上着が欲しい子が分かるよ。あれ見方が。じゃあね、ちょっとね、この S の、竜王の S、これの、ステータス、見てみましょう。これ持ってる、俺、初めての竜王だったね。これ、あ、やっぱね、すごいね。ヒットポイントがね、前、プラス82で、MP がプラス100だね。力はね下がっちゃいます。身の守りは42プラスですね。攻撃魔力がね結構高いみたい。プラス64になります。あこれ魔法使いにつけるやつだね当然。ていうかね回復魔力はねあまあ増えないです。素早さが結構まあプラス62だね。じゃあねちょっと特殊効果を見てみましょう。あ、結構この特殊がでかい。魔法トーンが使えるんだ、これ。魔法トーンが使えて、心最大プラス4。ターン時 MP、あ、しかもね、MP が6回復するみたい。これ結構でかいね。呪文ダメージがね、プラス10になります。ドルマが 5% で、混乱耐性が 10% で、魅了耐性、あ、さっきのね、味方にされちゃう耐性が 10% あるんで、これは結構使い取ってます。じゃあね、とりあえず、じゃあまたね、別のやつ今度狙っていきたいと思います。それでは、バイバイ。はい、じゃあね、早速ね、この魔法使いにね、装備しました。メラミがどれぐらい与えられるかちょっとね、やってみましょう。玉ねぎマンにね値段どれぐらいか167あでもそんなに変わってない、そんなに変わってないかもしれない、ね、結構プラスになったけどあんまり変わってないみたいです。もう一度だけただねこの回復量があるんで MP がね MP が回復するんですよね一旦ごとに。多分ね、次のターンで MP が結構マックスになるかもしれない。ここで6で、あ、7回復しましたね。あと1つ目プレイヤーがね、MP が1回復するんで、合わせて7ですね。あとはね、1つ目プレイヤーの心を S が探してね、頑張っていきたいと思います。そうすると、10回復から結構 MP 減らずにね、戦えるんで、いいかと思います。それではまた会いましょう。バイバイ。